どっちにしとく？どっちがいい？かわいいな。これはもう単純に大きさが違うっていうだけですね。そうですね。でもそれで言ったらもうこっちちゃう？すごいな。かわいいよだってな。伸びますし。うん。丈夫で育てやすいって感じ。それにしようよ。じゃあそれでこちらになりました。はい、決定。これパキラの7号。7号。はい。はい。じゃあ次いいですか、はい、お願いします。では今度はですね、ちょっとトランプを使うんですけど、トランプ全部で52枚あるんです。まあ、ハート、スペード、クローバー、ダイヤとマークは4種類あって、トランプは1から数字は1から13まであるんですけど、なんかもう全く自由で結構なんで、一つ、マークとで数字を一つ決めてほしいんです。頭の中でパッと思い浮かぶマークと数字、口では言わないでください。決めるだけです。決めました。はい。では、今申し上げた通りトランプ52枚全部バラバラです。はい。はい、ですか。一応見せておきます。バラバラです。では右手出していただいて、僕カードパラパラって弾いていきますんで、好きなタイミングでここだと思ったら指入れてほしいんです。どこでもいいんで、パーって弾いてる間にお願いします。パッていきますんで、はい、いきますよ。あ、いい、結構いいタイミングで。では、はい、このカードまだ開けずに持っといてください、はい、で一応確認しますけど、はい、カードを自由に思い浮かべてもらって、はい、好きなタイミングで入れてもらいましたよね、はい、思い浮かべたカード、はい、何の何でした？クローバーのエース、はい、クローバーのエース、はい、自分でパッと直感的に指差したカードちょっと見てもらっていいですか、はい。クローバーの1ですよね。いやもうすごいすごい直感力なんです。よく言われません、なんかその直感力が。本当ですか。でこの中から選んでますから、どこもちろんどれ選んでもよかったですね。これクローバーのエースって思えば何回でも選べるので、もう一回やってみます。あのまぐれかもしれないんで、もう一回人差し指出してもらって、ここだと思うタイミングでそこで行きます、はい、さっきとちょっとタイミング変わりましたよね、はい、なんとなく、はい、変わりましたね、はい、もうでもここのカード、合ってますよね、クローバーの位置。いいタイミングで、だから1枚違ったらこれ変わるんですけど、もちろんね、でも直感が大事なんで、今度はじゃあ指さしていただきましょうか。どこでも結構なんで、これだと思うカード指さし、これにします、はい。例えばですけど、はい、指さしておいてもらって、はい、これですよね、はい、で例えばこれこのカードだとちょっと見てもらっていいですか、はい、違いますよね、これだとキングですよね、はい、1個手前だと2ですよね、はい、指さしたカード、はい、クローバーの1と思ってるからなんですね、クローバーの1、クローバーの1と思ってるから、なぜっていうね、だからもう絶対そうなんです。まあ、例えば好きなところでストップって言ってください。ストップ、ここでいいですか、はい、これ違いますよね、言ったところ。嫌になりますよね。絶対こうクローバーの1になってしまうというマジックなんですけど、最後ちょっと表向きでやってみましょうか。自分のタイミングで結構なんで、パッとこうどこでもいいんで、めちゃめちゃ怖いですね。怖いよな。もう無理。そうです。素晴らしい、素晴らしい、はい、クローバーの位置に呪われてます。でも多分いいですよね、こう植物たちですから、クローバーっていうのはもちろん そういうことなんですよ。三つ葉のクローバーとか言うじゃないですか、1はこう芽が出るっていう意味で、クローバーの1はすごくいいカードなんです、はい。全く自由で結構なんで、一つ、マークで数字を一つ決めてほしいんです。もう全く自由で結構なんで、一つ、マークで数字を一つ決めてほしいんです。
。いや、本当ですか。どっちがいいですか、こっちとこっち。でもさっきのクローバーの演技がいいので、はい、そうですよね、こっち側に、こっちに、はい。これ全体でいいですかね。はい、はい、新しケイシー、すみません、よろしくお願いします。ここで、はい、ここでいいですかね、はい、オーガスタって、オーガスタ、すごいね、あるんですねえ、なんか事前にそんな話してる、全然してない、ありがとうございます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 、ガチでありがとうございました、ありがとうございます、すいません、ありがとうございました、本当に、あとあのアップするときとか多分連絡してくれると思う、はい、ありがとうございました、本当に失礼いたします、ありがとうございました、マジで OK、 ありがとうございました、ありがとうございました、嬉しいな、なんか嬉しいな、マジで歩いて持って帰ってますねこんなん歩いて持って帰るもんちゃうでしょ、いけるやろ30キロぐらいだ、そんなあるんですか、うん、小学生1人分ぐらい、そうね、何がすごいって、多分これ新しい形してバレてるんじゃなくて、観葉植物持ってるからやばいやつかしら。育てよ。育てましょうか。はい。じゃあさよなら。はい。さよなら。お疲れ様でした。お疲れ様でした。はい。十分です。チャンネル登録よろしくお願いします。Twitter、インスタのフォローもよろしくお願いします。See you next dive!